ボディマス指数、ボディマス指数とは、体重と身長の関係から算出される、人の肥満度を表す、体格指数である。一般に BMI、またはカウープ指数は、主に乳幼児に対して呼ばれる。ローレル指数は、学童の肥満の程度を表す指数、主に学童に対して用いられる。肥満は、糖尿病、高血圧、脳血管障害。 拒血性心疾患などの重要な危険因子である。また痩せは栄養不良や慢性進行性疾患などで生じることがある。どの程度の肥満や痩せがあるかを正確に評価して把握することはそれらの疾患の予防や治療のために役立つ。そしてこの評価に基づいて対策を実行し効果を判定することは意義が大きい。そのための簡便な指標が望まれる。 肥満の評価には、本来は体脂肪率や体素性の計測が行われるべきであるが、それらの計測は通常は困難である。普及している体脂肪系は、両足の間の電気抵抗を測定するに過ぎない。このため、身長と体重から簡便に計算される BMI が使用される。BMI の最も良い点は、大抵の人において、体の総脂肪量と、 よく相関することである。スポーツ界では、選手の過度な減量を防ぎ体重による有利、不利の差を少なくする目的で、スキージャンプやノルディック複合といったスキー競技の一部で、BMI を用いた体重制限ルールを設けてい体重は、キログラム、身長は、センチメートル、センチメートルではなく、メートル、M を用いる。体重が、フォーミュラ1。 身長がフォーミュラ2の人の BMI、カウープ指数は、で表される。例えば身長 160cm、体重 50kg の場合、となる。単位は、kg マイメートル。BMI の計算式は、世界共通であるが、肥満の判定基準は国により異なる。BMI は、満3ヶ月から5歳の乳幼児に対して使われる。 小児では、もっぱらカウップ指数と呼ばれる。日本では、新生児生後3ヶ月未満の乳児には BMI、カウップ指数は使わない。学童期は主に、ローレル指数イコール、体重キログラム、身長 M10 が用いられている。日本では、乳幼児健康審査に際しては、身長と体重を、別々に、パーセンタイル曲線、成長曲線で評価している。 世界保健機関風のワークショップは乳幼児肥満の判定に BMI を採用している。判定には BMI のパーセンタイルを用いる。また、米国疾病予防センター CDC も小児の肥満については BMI を求めて BMI のパーセンタイル曲線で評価している。妊婦の体重管理にも用いられ、妊娠周数によって正常範囲も異なる。 日本肥満学会では、妊婦の BMI 値が、妊娠初期5から16週では24.9、中期17から28週は27.1、末期29から40週は28.2を超える、妊婦を肥満妊婦と判定する。この両方の基準を比較すると、妊娠17週の場合には、両者の過体重の基準は BMI で3.2ほど異なっている。 身長160センチの妊婦の場合には、過体重の基準は 3.21.61.68.2kg ほども異なっている。産婦人科診療ガイドライン2011によれば、妊娠中の体重増加の推奨値に関しては、統一見解がなく、介入研究も極めて少ない。したがって、厳しい体重管理を行う根拠となるエビデンスが乏しく、 慎重な姿勢が求められる。厳格に体重増加を指導する根拠は必ずしも十分ではないと認識し、個人差を考慮して緩やかな指導を心がけるとしている。また、ナショナルカラバーティングセンターフォーイメンズアンドチルドレンズヘルス英国のガイドラインでは、初心時に身長体重を測定して評価を行い、栄養状態に問題がある場合のみ、定期的に体重を測定し、 通常の妊婦検診では体重を測定すべきでないと述べている定期的な体重測定にはメリットはなく妊婦に不必要な心配を与えるに過ぎないとしている体重身長からなる指数はベルギーの数学者統計学者で社会学者であるアドルフ・ケトレイによって1835年に開発されたその後ドイツオーストリアの衛生学者イグナーツ・カウプ によって、小児の発育指数として利用されるなどして普及し、1972年、野良の研究によってこの指数が、体脂肪率とよく相関すること明らかにされたことによって、身体蘇生研究分野における重要な指数として位置づけられ、以後、BMI と呼称されるようになった。1985年には、都の研究によって、肥満度の代替指数としての有効性が検証された。 喫煙しない、米国の白人男性及び、白人女性の BMI ごとの10年後の相対的、死亡リスクについては、渦のように BMI20 から24.9が最も死亡リスクが低い。日本肥満学会では、BMI22 の体重を標準体重、統計的に最も病気にかかりにくい体重としている。例えば、肥満と糖尿病は、 関連があり、40から59歳の男性で、糖尿病が強く疑われる人の割合は、BMI18.5 から22で5.9%、BMI22 から25で7.7%、BMI25 から30で14.5%、BMI30 以上で28.6%であった。なお、加齢を重ねていない20から39歳の男性では、 このような大きな差は出ていなかった。厚生労働省の研究班、研究代表者イコール辻一郎東北大教授による40歳代の BMI と平均余命を調査した研究で、太り気味 BMI25 以上30未満の人が最も、長命である結果が得られた。太り気味の人に次いで、普通体重 BMI18.5 以上25未満の人、肥満。 BMI30 以上の人、痩せた BMI18.5 未満人の順で平均余命が高いことが判明した。なお、同じ研究で医療費の負担は太っているほど重くなることも判明し、肥満の人が40歳以降にかかる医療費の総額は痩せた人の1.3倍かかっていたという。 BMI30 以上ではほぼすべての人が死亡肝であるが、BMI25 未満でかつ人間ドックの血液、検査値に異常がない群でも、約30%が死亡肝であったと報告され、飲酒リーン抵抗性と食後抗血糖が影響している、可能性が指摘されている。2011年にザニュー、イングランド・ジャーナル・オブ・メディシンに発表された論文では、 日本人を含む100万人のアジア人を調べて BMI が22.6から27.5の人が最も死亡リスクが少ないことを報告している。2013年1月に米国疾病対策センター CDC が発表した研究結果によれば BMI で過体重に分類されたグループの方が普通体重とされたグループよりも死亡リスクが6%低かった。 一方で BMI が35を超えると死亡率は普通体重に比べて29%増加する。スウェーデン人男性160万人以上を対象とした調査結果からは思春期の BMI は将来の心不全リスクと性の相関があり、BMI の上昇とともに HF 発症率が急峻に上昇するとの報告がある。 ケトレーは統計学的手法によって、平均人を示す指数として、体重、身長の関係を見出したが、掃除則に従えば、重さ、体重は、長さ、身長の3乗と相関するはずであり、事実、胎児の発育段階では掃除則が保たれるため3乗と相関する、ローレル指数が適合する。しかし、成人では、頭部の重量比率などが、 胎児や乳幼児とは大きく異なり、また、筋肉量に応じた放熱に必要な体表面積を確保するために掃除にならない。なお、アリの足は細くゾウの足は太いなど、生物は大きさに対して対象ではない。多様な肥満の病態を身長と体重の関係のみに抽象して算出される。この指数にはおのずから限界がある。体型が全く同じ掃除形であっても、 身長が大きくなれば BMI はそれに比例して大きくなる。BMI は体重を身長で2回割ったものであるから長さの次元を持っている。体型が同じでも身長、長さが増大すると BMI も増大する。BMI は大人では22くらいが正常値であるが3歳児では16くらいが正常値である。BMI はカウープ指数と同じ。BMI は 身長の低い人では数字が小さくなるので肥満を過小評価することになる。また過去数十年間に大人の平均身長は増加傾向にあったが BMI は肥満の経年変化を過大評価することになる。体脂肪率は考慮されていないため、例えばトップアスリートやボディビルダーのような筋肉質で高体重で体脂肪率は低い場合は肥満と判定され、 逆に隠れ肥満のような体脂肪率は高いが低体重である場合には痩せと判定されてしまう。また、メタボと判定された人が運動を行って脂肪を筋肉に変えると体重は増加し BMI は増加して肥満は悪化したと判定されてしまう。よって激しい運動を伴う職業に従事するものに用いる場合には体組成系等で 体脂肪率を測定した方が有効性は高い。若年や高齢の男女を同じ指標で評価しているが若い人ほど水分が有量が多く女性の方が水分が有量が多い。同じ体型でも水分が有量が多ければ体重は軽く BMI は小さい。加齢の影響で変形性脊椎症により背骨、脊椎の間の軟骨がすり減ると 身長は短く計測される。また、背骨、脊椎の圧迫骨折により、厭肺が生じると、身長は短く測定される。いずれの場合も、体重は一定でも、BMI は増加する。BMI には、蒸気のような問題が残されているものの、計算式が簡便なこともあり、成人の肥満の指標として多用されるものの一つとなっている。 BMI を改良した指標として、ボディシェイプインデックス、A ボディシェイプインデックス、アブシーがある。福井を BMI の3分の1乗と体重の2分の1乗をかけた値で割ったものである。この指標は体脂肪の分布も考慮に入れるために福井を計算式に入れている。A オックスフォード大学の数学者教授は、かねてより従来の BMI では低身長の人が痩せ。 逆に超身長の人は肥満という結果になり得ることを指摘しており、身長の2.5乗を用いる新しい式を2013年に提唱した。1.3を乗じることで、従来の18.5から24.9は平常値、18.5未満は低体重、25から29.9は過体重、30以上は肥満との基準値をそのまま使えるようになっている。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。